おはようございます。誰が読んだか、心優しきパンクロッカー、山田バサラです。現在、6月13日のお昼ですね、お昼1時、ちょうど1時ぐらいですかね、なんですがね、現在私はですね、南城市、佐敷に来ております。 まあちょっと僕の世代だとね、思わず佐々木町っていう風にね、あの、言いたくなるんですけれども、もう今統合されてね、え南城市になってるんですよね。南城市佐々木に、えー、来ておりますがね。えー、今日ね、あのー、実は、あのー、まあ、私事なんですけれどもね、あのー、僕の父のね、亡き父のあのー、誕生日でございまして、6月13日ね、それであのー、休みをですね、いただいていたんですよ。 で、まあ、休みなんで、まあ、家で、なんかね、ゴロゴロするよりかはですね、なんかこう、僕にとって大事なことをなりやりたいなというふうに思ったもんですから、今日はですね、えー、以前こちらでもね、え、いろいろ、お、輸してると思いますけれども、この YouTube サラバンジだよりがですね、えー、1000回を超えた後ですね、えー、 シュガーホールね、南城市佐敷にあります、シュガーホールでね、あの僕コンサートやりたいなっていう夢を持っておりましてですね。それであのー、今日ね、本当にね、あの久しぶりにね、シュガーホール行ってきましたよ。あのー、 刺し木までね、来ることはよくあるんですけれども、シュガーホールにね、実際にこう、車を駐車場を止めて、えー、このホールをですね、ゆっくり見学するっていうのは、見学っていうか、まあ、あの、ただ歩いただけですけれどもね、えー、僕ね、デビューがですね、山田バサラっていうねあの、沖縄で再デビューしたきっかけがですね、シュガーホールでのね、コンサートなんですよ。なのでね、それ以来初めてね、えー、今日はシュガーホールね、近くまで来てね、あのー、見ましたけれどもね、やっぱりシュガーホールでかい。 ねえ、でかくて、そしてですね、もう形が綺麗ですね。そしてね、あの、周りがね、はた畑、畑にね、囲まれてですね、非常に環境がいいんですよね。なんかこう、改めてね、僕はあの、今回あの、シュガーホールで、えー、コンサートをしたいなというのに思いましたね。まあ、本当にあの、まあ、コンサートね、こう、言い方、極端な言い方ですけれども、お金払えばね、コンサートやるのは誰でもできるんですよ。ね。でしょ ね、10万円か20万円か分かりませんけど、でもね、やっぱ成功させたいわけですね。成功して、まあ、成功って何を成功するかっていうのはまだあの、ね、これ話はまた端折りますけれどもね、とにかくいいライブ、ね、やってよかったなって意味のあるライブをね、コンサートをですね、シュガーホールでやりたいと思っておりましてですね、改めて今回ね、まあ、あの、久しぶりにシュガーホールに足を運ぶことでね、どうやったらこうシュガーホール成功できるかなと思いながらですね、ま、あこう、 シュガーホールのね、えー、こう、ホールのね、外を歩きながら、外周を歩きながら、そしてですね、少しね、まあ、ああのー、挿し木のね、通りをですね、いろいろ歩いてたらですね、いろんな人と出会ってですね、偶然ですよ。で、あのー、僕のこときっと知らないだろうにね、えー、僕、今度、 いつかはですね、シュガーホールでコンサートやりたいと思ってるんですよって、この2、2、3人の方にね、話したらですね、見に行くよとかね、あの、あとはですね、こう成功するためにはやっぱりね、ご先祖様を大事にですね、ちゃんとあの仏壇に手を合わせないといけないよなんてね、言われましてですね、なんかそういう出会いも不思議だなぁと思いましてですね、なんかやっぱり今日、父親の誕生日にね、この、シュガーホール来たっていうのはやっぱりこう、何かやっぱこう、 意味があることだったのかなというふうに思いながらですね、今日今、ユンタクしてますけれどもね。 えー、ということで今日はシュガーホール、えー、行ってきました。まだまだね、この挿し木のことについてとかね、実は母のふるさとでもあるので、いろいろ輸宅したいことはあるんですけれども、とにかくまずはですね、今日シュガーホール行ってきたよっていうことでね、まあこの,あの写真もね、添付しながら、えー、楽しんでいただきたいなと思ってですね、皆さんに紹介しました。ということで、まだね、いつと決めてませんけれども、ぜひシュガーホールコンサートをですね、えー、僕が決めた暁にはですね、いろいろあの力を貸してください。見に来てください。どうぞ、えー、よろしくお願いします。 お願いいたしますということで今日も一日さらばんじ